今日の切り裂きつつつつの時間やってまいりました。ということで、ね、今日はですね、なんと島袋がね、心霊スポットに連れてってくれるってことで、どんな心スポなんですか？今回はですね、僕の大学の友達から聞いたんですけれども、その大学の友達から聞いた心霊スポットは、熊走る大橋というところで、自殺の名所なんですよ。そこで、僕が聞いた話では、女性の霊が見えたらしいんですよ。それも1回だけじゃないですよ。2回も3回も見えた。これはもうカメラに収めに行くしかないと思って、皆さんね、行こうってなって行きました。それ本当かよ、お前。いや、僕もそれはちょっと疑いの心があったんですけど、でもほんまに3回中3回でも女性の霊が映ってることは、もう行かないといけない。もうこれは僕たちでカメラで実際に収めないといけないということで、行こうって皆さんで行きました。それ女性の霊はどんな霊やったん？いやね、ちょっとわからないんですけどね、白い服で、髪が長いで顔ははっきり見えない。またこれ怖いんですよ。ほんとかいや、お前絶対嘘やろ。いや俺も嘘やろって言ったんやけど、俺信じない。お前電話かけてきた俺に今日。え、だからやん、これやん、こんな美味しいネタなんやで、こいつね、電話俺かけてきてどこに行くか言ってくれないんすよ。で、楽しみにしてきやとか言って、だって絶対こんなん動画のネタになるやん。お前そこまで言うやったらさ、お前それ相応のものがこのトンネルの先にあるわけやろ。当たり前やん、俺もそうやって聞いてんねんから。そうやったらもう行けやって言われてるから、それはいかんのしゃあないでしょ。あ、そう、じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい、はい、はい、すごいところらしいっすよ。で、僕の知り合いが聞くところでは、割とね、めちゃめちゃ女の人の霊を見ると、それなんか、ここじゃないんやろ。でもそうです、ね、うわぁ、びっくりした、びっくりした、びっくりした、こいつ何やったお前。あ、びっくりした、あ、マジでびっくりした。女性の霊が出るというトンネルで、本当に貞子が出たらドッキリ。びっくりした。久々桐崎くんにドッキリ成功しましたね。ということで、ドッキリを仕掛けられたんですけれども、はい、新スポに行きたいと思います。あそこをずっとまっすぐに行くと自動販売機が2つ見ます。そこの手前に橋があります。そこが自殺の名所で有名なお箸にお届けします。何言ってるかわからない。顔が緑、のび太くんがいます。ピコロナイマオです。ちょっとうるさいわ、はい、これが心霊スポットらしいです。全然怖くないですね。あ、こっから落ちるってことだ。じゃあ行ってきます。僕、じゃあ俺落ちとして貞子で追いかけてあげようか。いや、いいわ。はい、じゃあここが心霊スポットらしいです。この人たちは怖いんで行かないらしいです。はい、ここで自殺をする人が多数いるらしいですね。まあ、石川県はですね、ここしか自殺スポットがないらしいんで、多分石川県でそういうことしようとする人は多分ここに来るらしいっすね。まあ今もう夜のね、2時なんでね、だいぶもう怖いっすね。まあ僕は多分大丈夫っす。何かが見えたら皆さんコメント欄に書いてください。もう特に見た感じなんもないっすね。あれ、なんか書いてある。命、あのね、自分にとって一番大切なのは自分のいらないものなんだよ。だから全ての他人の命がみんな大切なんだよ。三つを名言ですね、これ。うわ、深っ。ここちょっとね、下見えないんですけど、真っ暗でめちゃくちゃ深いです。これ多分落ちたらもう一発で死にますね。あなたの声を電話で聞いただけです。その日一日心が和む理屈じゃねえんだよな。三つおさん、三つおさんめっちゃ名言やん。めちゃくちゃいいこと言ってますね、三つおさん。ほんとその通りです。あ、ここにも書いてある。なんか何も欲しがに特技が一番強い、三つおさん名言。はい、こっちにも三つおさんの名言が。おかげさん、三つお。ちょっとよくわかんないっすね、意味は。多分、めちゃくちゃ古代文字だそうですね、多分。古代文字っぽいっすね。バイバイ、切るだけ。バイバーイ。あお前、置いてかれて、バカ。ここで一人ぼっちか。気がつけば真っ暗な道に一人ぼっちだった。笑ったら戻れないなんて歩くのやめた。 Oh, I don't, I don't Winner, winner Why now? You know, you know, I don't お金じゃ買えないもの手に入れて歩く。はい、てれれれ。もう一度光浴びて、そして今度は騙されぬように、僕らは今目指すよ。わよくぼに満ちた青年団、誰かが言った言葉、それすらただすら流して、今になって気づいたよ。わよくぼに負けた青年団。へい、はあ、疲れた。ちょ、マジ車戻ってこんないけど、どういうこと、どうすんねん。おい、誰か来いや、おい。あ、戻ってきた。優しい人たち。ただいま。終わりです。